第239回、竹井てりこ10チャンネル見ていただいてる方どうもありがとうございます。さあ、今日はですね、またかっていう感じでございますが、あの、ー天気予報士の試験の申請をするために、受験票をいただくために、こっちから、あの、書類を、 送らなくてはいけないんですよ。それで、あの、受験料を、えー、11400円を、えー、まあ、振り込まないといけない。えー、その前に、えー、まず銀行行こうと。んで、銀行から、その、こういう振り込み用紙みたいなのがあるんで、あの、ATM からじゃなしに、あの、窓口で、えー、払うという。ほんで、その、ね、振り込んだよっていう受領書を、それを貼ってください。 ということなんですよ。それで、まあ、ああの、銀行行って、まあ、11,400円、ええー、ね、ええー、必要なで、なので、まあ、ちょっと引き落とし、あ、引き落と引き出しまして、それで、まあ、ああのー、ね、えー、銀行の、お、受付表みたいな整理番号ですよ。持って、144番ですよ。で、座ってたんですよ。ええー、ほんで、こっちを振り込み用紙、えー、持ちながら、うん。 でえー、えら待たされんなと思ったらなんかちょっとねあの女性の婚姻がバーッとまあまあ結構長年いてはるとこいてはる人やと思うわあのなんやかんやであの下のー、うん、部下たちまあ女の婚姻が機嫌取りで甘いもんこう,こう毎回23個渡されてそれで機嫌ようにしてる感じの人やわ。うん その人が来て、あの、整理番号は、あの、144番です。あ、あの、チラッと見たところ、それ振り込みですかって書いて、あ、はい。あの、これ、あの、銀行じゃなしに郵便局ですって、あ、あ、そうなんですかみたいな。あ、そらすんません言うて、あの、整理番号、それちょっといただけますかみたいな感じで。別に、何にもないんですけど、ちょっとな、な、なんなん,なんやろうこう、自分自身が、あの、 間違ったことに自分に対してちょっとイラッとしてて。んで、まあまあ、あのー、ね、隣の駅まで、えー、自転車で行って。んで、まあ、郵便局は、あのー、自分の、あのー、駅の方にあるから。んで、まあ、自転車で行こうと。あ、 証明写真みたいのを貼って送らなあかんわけよ。それで、ああ、そうかそうか、と思って。でね、証明写真、800円とか1000円とか今するやんか。あんな、あの、ボックスの中に入って、いやいや、待てよと。今時何の時代言うとんねんと。や,やと。あの、マルチコピーってあるんですよね。うん、え、それで、まあまあ、あの、スマホの中でこう写真を撮ったのを、あの、コンビニのとこにあるマルチコピーで、それで送信したら、そういう証明写真ができる。まあ、200円かそれぐらいでできるんです あそれはそっちの方がええわと思って。でまあ、あのー、その帰り際のところにあるコンビニ、えー、そこはまあ3回ぐらいちらっと行ったぐらいかな。ほんで行ったんですよ。でこう操作してたら、何回やってもこうできないんですよ。あれ、おかしいなと思って、ほんで、すいませんって店員さん呼んだんですよ。でまあ、まあ うん。あの、女の人が、背のちっちゃい女の人が来ましたわ。女の死という感じは、まあ、世代で言うと、俺ぐらいの世代かなの女性の人がバーっと来て、すいません。あの、ちょっとこれ、あの、やり方、ああ、あのー、そこの番号に電話してください。そこで聞くことになってますから、っていうわけよ。えと思って。いやいや、あのー、前、ここで、あの、これやり方聞いたときに、従業員の方教えていただいたんですけど、 それ、ここで電話せないああ。そうです。電話してください。って言うから、ちょっと俺も、それ、なんで前従業員が教えてくれたのに、なんでこっちに電話せない。いけなくなったのって、そこをちょっと説明してくれるって言ったら、いや、もう、とか言うから、いや、だから、とか言う、言ってた時で、あ、どうしたとかで来たのよ。それが、そこの、 ま、あオーナーって書いてた。若い、若い40代ぐらいのやつだと思うわ。うん。オーナー、背の高いやつで、あ、どうしたもうその、どうしたってう入ってくる事態が、どう,んうやじゃんや。うちの若いんに何かあったんか。みたいな感じの、どうしたおかしいやん。な。コンビニの店の人が、あ、どうしたっておかしない。ね。もうその時点で、俺、あかんあかんと思いながら戦闘態勢に入ってもうたのよ。ん ってなってもらった。でもまあまあ、あの、あかんとそれはなんでか言ったら、前も区役所のことであったりとか、あの、生命保険のことであったら、もう対応でまあ、ぶち切って、結局大きな声出したもんが損やと。それで俺は、ぐっとこらえてたんですよ。で、どうしましたあの、私やりましょうわって言うから、もうそのものの言い方が俺喧嘩になってまうと思ったから、あ、もういいですわって言うたあ、もうええ、もうええわあ、そう その、もうええの。あ、そう。ちょっと待ってくれと。その、その前に、もう一回話戻すよ。あの、なん、その時に、あの、なんで、これ、電話せなあかんの。教えてくれたらええやんって。それをなんで電話せなあかんになったかを説明してくれ。なんとなく俺はもう想像はついたんやけど、その時点で俺は帰っとけばいいのに、あ、もういいですわって。 もう大体普通やったらすんませんね。あの今ちょっとね、あのコロナ禍で、えー、ちょっと忙しくて、えー、それでまあ接触を避けてこれ電話するように、えー、システムが変わったんですって言ってくれりゃええのに。ほんで内容も俺分かってるのに、あえてそれをちゃんと説明さそうっていう俺も悪かったんやと思うの。いや、普通やったらすいませんねっていやええのに、その人もなんかもう不愛想な感じなのよ。 なんやねんみたいな、もうこっち忙しいのに、みたいな感じなんですよ。ほんで、そこに俺イラっとけてて、うん、いやいや、あの、俺の家の近所の行きつけのコンビニのギャルの姉ちゃんはいいよ、いつもって。それは俺が行くためにティースって言うんやけど、ティースでもね、なんか心優しいね。うん。なんかね、あのこの前もあのね、ね、えー、あのファミチキ買って、ほんでほ、か、ね、こ あの、ホットコーヒー缶を日本買って、行ったら、ちゃんとこう、入れるところにファミチキ真ん中に置いて、え、両方にホットコーヒーの缶コーヒーを挟んで、これが、ね、あの、ファミチキが、冷えないフォーメーションみたいなこと言われる。そんなこうええやんか、そんな感じの子。そんなんちゃうねん。もう、プスッとしそんねんもう、それでちょっとイラッと俺もしてて、で、ちょっとこれ、説明しろよ、ラますみたいな感じの口調で、ちょっとこう、言ったの、 大将、あ、どうしたって来たところに、俺が、いや、ちょっと待てよって。お前、そのものの言い方ないやったもう、もうええわ、ええわ。あの、もう無理ですよ。あ、もういいのあそうとか言うたそこで俺が、もういいのおたくそです。ものの言い方ないやねんって俺が言ったときに、その店員が、あ、ちょっと来いって言ったの。準備者来い。絶対怒ったらあがん。 絶対怒ったらあかんと思ったんやけど、ほんで俺、お行ったろって言ったらあかんと思ったの。それは、俺絶対喧嘩になると思うし、その人も、ちょっとまあやんちゃそうなやつで、生きってるやつやったし、体も大きいし、俺を舐めてかかってたやんやと思うの。ほんで、俺も、これ、おい、こっち来いやって言うのって、それは、もうちょっと、店の人と消費者に対してとか、お客さんに対してのやり取りじゃないや もうほな、そうするんやったら分かったと。ほな、もう俺ももうスイッチが入ってもうて、外へ来いって。あの、もう店の中迷惑かかるから俺も言葉、あの、そうは言わんかったけど、外へ来いって言った。ほんな向こうが、お前はこっち来いって言う。行けない、そこに。いや、オタクね。お前ちょっと来いって言ったやろ。だからそこは行けないから、ちょっと外へ来い。ええから来いって言うと向こうあ、あ、来いの、来い。 押し問答になったの。ほんで、俺が先に外に出たの。んついてきよったわ。ね。ほんで、店の外へ行ったの。ほんで、向こうも、こんな感じ、上からこういう感じなんですよ。ね。で、俺も、まあ、もうちょっともう、カチンと来とったから、あお前今、ちょっと来い頃だって言ったよな。うん。あ、じゃあ、あの、ちょっとこの、裏行こうと。 もうオタクもね、それ俺もオタクのみ、事務所には行けないと。店に迷惑かかるし。んで、あなたも、おい,い、ちょっと来いって言うのはもう店の人として喋ってないよねって。じゃあ、それやったらって俺も、うん、悪いけど申し訳ないけど、うん、そう言われたら、ちょっと悪いけどもうほな、そういう気なんやろって言って、俺、そこのところ公園あるからそこ行かんかって。んで、俺先に行ったら来ないんですよ。 って言ったいや、い、いけないいけない。あって、店の中入っていったの。いや、いや、いや、って思ったんやけど、そんで、俺もそこで、帰りゃいいんやけど、いや、ちょっと待ってくれよ、と。なんか、俺なんか悪者扱いにされてるし、っていうか、俺お客さんなんやぞって、思ったし、なんで、お前、ちょっと来いって俺言われなあかんねん、と思って。で、待ってたら、パーッと出てきて、 おいお前逃げるなよって俺に言うてきたの。え逃げるなよって今警察呼んだからって言うから。<laughs> いや、ええー、よと。ちょっとちょっとお兄さん。警察呼ぶのはええけど、オタク。なんで警察呼ぶのうん。あ、いやわかるよ。でもオタク俺に、お前ちょっと来い事務所来いって言ったよな。だから俺はこれ表で話しましょうって言ってんねん。って言ったら、言ってないって言うな あ、それは言ってない。オタクがお大きな声出したんでしょって俺にシフトチェンジしてきよったの。やばいと思ったんやろな。いやいやいや、大きな声も出してないし、あなたが一番最初、おいどうしたって、チンピラみたいに来たよねって。その後に、あ、もういいですってっあ、もういいなって,ってほんで、そのものの言い方は何やのって言ったあ、お前ちゃんどこいって言ったよなって言った。いや、言ってない言ってないって言うのまた店の中入っていったの。 ほんでまた俺店の中、ああ、ごらって言ったらこれは絶対あかんと思ったから、俺外でずっと待ってたの。まあ警察が来ると思って警察、待てと暮らせとけえへんわけよ、警察が。ほんでその店の店員もけえへんわけよ。俺何してんねん、思って。いやいや、もう俺このまま帰ろう思って、思て。いや、待てよ、と。これ、帰った後に警察が来て、んで、ねあの人は、 逃げたみたいに、その女、女性の従業員に同喝して、怖がらせて、逃げたみたいに言われたら、これはちょっと待ってくれと。俺は俺でちゃんと説明、ほんで、ずっと待ってたけど、待てと暮らせとけ。で、もこれはちょっとさすがにと思って、店の中へ入って、その、そいつがおったから、あ、すいません。お兄さんが逃げるなよって言うから、俺いてるんですけど、ああ、もう、もうすぐ来るわ。待っとけ。とか、そんで、 外でいてたら、あの、警察じゃないの警備員が来たの。あの、よくコマーシャルやってる警備員ですよ。うん、どことは言えないですけど。それが来て、え警察違うんですかって言ったら、あ、今からあの警察の人も来ますから。っていうわけよ。な、その、そいつは店の中入っていきよったの。え、ちょっと待ってくれと。まあまあまあ、ええわと。 ほんで、え、お宅なんて来てるんですかって言うから、なんか警備会社に一応あるコンビニって通報行ったら、そこを警備会社の人がまず来るみたいなの。ほんで、俺はまあその人にもまあ事情、ここうこう,こう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 で説明したの。まあ、みたいなこと言うてるわけよ。で、そこへ警官が二人バーッと来たわけよ。ね一人女の人と、一人ちょっとこう、 ね、ガタイのいい感じの警察が男の人がいてそのガタイのいいやつは店の中に外入っていきよったの。な、もう一人のこの女の人が、その警備員の人と一緒になんかボーっと立ってるわけよ。いやいや、事情聞けよと思って。俺ちょっと警備員の顔と、顔合わせでふと笑ってもうて、ほなその女の人が、あ、あのー、なんかあったんですかって言うから、なんかあるからお前ら呼ばれたんやろって。あの、 ちょっと、説明してくれますって、あ、あの、僕、この警備員の方にも説明したら同じことを説明せなあかんのかな、みたいな言うて、で、まあまあこう、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 こ,こ,こうなんですよ、みたいな感じで。で、そっからまた警官が二人バーっと来て、で、結局合計五人になったわけよ。ほんで、向こうの事情も聞いたよな、五人がバーっと来て、んで、え一、ー、人の警官に、 その一番最初に来た、こう、ガタイのええやつ。そいつが、まあ、リーダーみたいな感じなんやろうね。まあ、あの、事情は聞きました。ええー、まあ、そういうこと、お互いこう、殴り合ったりとか、なんかそういうことはないんですね。いや、そんなんはないです。じゃあ、もういいですね、とか。いやいや、いいですねって、あの、申し訳ないけど、俺、これ、とんなぼらい事故ですよ、って。申し訳ないですけど、俺、 逃げるなよって言われて、犯罪者扱いされて、ちゃんと俺ここでちゃんと警察待ってて、ほんで自分の時間を奪われてここに待って,て、ほんでまして僕ね、いい歳の大人が警官5人に道端で囲まれてる。これって僕が発したことなんですかね。いや、だから僕はその店の人にもやっぱりちゃんと事情を説明し、というか、ちゃんと俺も説明聞きたいんですけど、って言ったら、 もういいじゃないですかって警察が言うわけよ。もうこれお互いがね、こう言うたってもう仕方がないことじゃないですかって。向こうも向こうの言い分があるしって、で、オタクもオタクの言い分があるし、みたいな。もうだから、って言った時ええ、じゃあどうしたらいいんですかってだから、もうこの店二度と来なかったらいいじゃないですか。それで済むじゃないですか。もうだからそんなもう無駄なことしたってって言われた時に、え じゃあ、例えばね、道歩いてて、チンピリに、あ、こらとか言われて、すいませんって警察呼んで、すいません、おいこらって言われてもそこで、あの、何にもされない、おいこらって言われた,れた,われたじゃあ、そこの道歩かんかったらいいじゃないですかっていうことですかって言ったそうですって言うわけよ。はあ。で、どうしますもうこれ、ちょっと言ってて仕方がないですよ。もうだからもう、帰ったらいいんじゃないですかって言うわけよ。 「うんうんいやー」って思ったんやけど「いやちょっと待ってよと」とこれもういちいちごじゃごじゃ言うたってもうええわとんで今の世の中こうそういうクレームが出すとか消費者側とかが何かをこうねそこに疑問を投げかけてこう、うん、そういうところにこう。 怒りを指名したりとかしたら完璧に犯罪者扱いにされる時代になったんやなと。だから店というのはましてこコンビニなんか大手やんか。その中は間違いがないんですよ。言ってるお客さんの方が、うん、なんかそういうことを言う人はいてない。言う人はおかしいんですようにしてしまわれるんやと思うの。うん。だから、うん、まあ、 今の世の中、俺、もう一回話を戻りしてみたら、すいませんって読んだ時に、あの女の人が、あ、この電話番号に電話してくださいって言った時に、俺は普通にそこに電話して、聞くべき。そこで対応するか、もうなんでこれ、ね、直接言ってくれないんですか、聞く、聞かない、いもう態度悪いか、もうほら変えろって変え、あ、まあじゃあもういいですわって変えるのが、今の世の中の生き方なんやっていうのを、その警察の言葉で、分かったね。 なんかもう何、何どうしたいんですかもう、お互いそんなやたも何にもラジオ分か,からないよ。帰ったらいいじゃないですか。ニューゾとここに来なかったらいいじゃないですか。よく来るんですかここ。みたいな。そういうことか。と思って。ん、ん、でも途中で、もうええわ。って言って俺はもうスターと帰っていったけど。皆さん、どう思いますうん。<laughs> ほんでも、 なんた、もう自転車乗って虚しになってきて、あ、ほんでまあ地元に着いて、あ、そや、写真またコンビニで、あ、もうええわ、もう、証明写真撮ろう思って、ほんで八百円や。うん。久しぶりや、もう何年ぶりや、あんなと証明写真、ば駅前にあんねん。ほんでなんかもう腹立ってるかも、もう、もうい、なんかナビを何言われたん、ようは覚えてないわ。で、ね、最後、えバーン撮って、 はい、出来上がり何分みたいな、外で待ってて、スんンで出来て、パッと見たら、俺、マスクしたまま写真撮ってんねん。何してんねん、思て。腹、てんで、もう一回撮って、800円、1600円、そこで使ってるわけよ。ね。腹立つわ。ほんで、それで郵便局行って、写真貼って、 で振り込み用紙を1万1400円でいったらこれ手数料が280円,円かかりますそ,そんなかかんのまあ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 いいですわ」みたいなんで,でこれをここへ貼って振り込んだ証明書みたいな振り込み用紙書みたいなのをここ横貼ってこれで申請みたいなのを送るんやけどこの,あの貼るのにあの「すいませんこれってこれでいいんですかね?」って聞いたのまあ俺もその男の人や。 うん、その前に、1万1400円の、えー、手数料が260円で1、えー、1万1640、えー、円か。ほんで、えー、お釣りが8360、えー、円。8360円。だその男がバーッと来て、あ、お釣り登領了所ですって360円。はい。 いやいや、あの、僕2万円渡したんですけど、ってったああ、すいません、ってここに、お、釣り合い、お渡されて、どういうことやねんってなったんやけど、んで、その人に、ちょっとこれ、あの、振り込みの証明書、これ、ここで貼っていいんですかねって、おと思いますでもこれコピーでなくて原本でいいんですかとか、ああ、そうか、コピーしとった方が、コピーってここは、ってね、えー、コピー機がそこにあんねん。 いやうちはできないですけどって、まあそりゃできへんけどや、あるやん、ちょっと取りましょうかみたいな、そんなんないんかなと思ってしまう感覚が、もうこれ時代遅れなんやよな、そんなサービスはうちはしてませんって。ああ、そういうこと、ああ、分かりますもう、ね、原本貼って、こうやってやってて、もうほんまになんなんやろな、そういうことや、世の中は。で、えー まあそこに切って貼ってこうやってもうた時になんか年の頃なら30代ぐらいのちょっと背の高い郵便局の女の人がパーっと来て可愛い T シャツ着てますねってこの T シャツよなんかパンダちゃんが泳いでるみたいな <laughs> なんか俺涙出てきそうになってきてそういうことよなんかいらん言葉なんやけどそういう言葉ってありがと どうって思うねん。なあ。そういうことやん。おうん。なんかその子は俺頭変やと思うわ。うん。なんか余裕を感じる。美人さに余裕を感じるわ。おうん。なあ。ほんまに。うん。腹っとつけど、まあ、それが世の中。皆さんちょっとご意見聞かえしてください。俺マジごてんのかな。 ど,どこでどうすればよかったのか教えてください。